はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。上半身を真っ二つにされた男プラスラッシュシドです。さあ本日なんですが、最強モンスターがね新パックで実装になりましたんで使っていきましょう。一個言っていいですか、まあ、遅いっす実装すんの。マジでプラシドと同時に実装しろ。こういうカードはもうなんなら新パックに入れるまでもねえわ。もう配れワイゼルインフィニティくらいは。でまあコナミが全面的にそれは悪いんですけども、今日はですねこの気候帝ワイゼルインフィニティっていうモンスターをこれをね出していきたい。でこのモンスターなんですが、どういうね効果を持ってるかっていうとね、本当ねこの間説明した通りなんだけど、シンクロメタモドキみたいな感じで、自分のフィールド上のモンスターが効果で破壊されるとこいつは特殊召喚できるよっていうレベル1のモンスターで、ちなみに自分の効果でしか特殊召喚できないんで、結集とかを使って出すこともできないっていう結構ね大変な出し方なんですよね。でそれをですね今日はちょっとスキルを後で説明するけど、これスキルをね補っていくっていうそういうデッキなんですけども、一旦に一度相手のフィールドのモンスターをサクリファイスみたいにパクることができると。でパクったシンクロモンスターの攻撃力分、自身の攻撃力をアップすることができるっていうことで、まあ、相手のフィールド上にシンクロモンスターがいればかなり強い、パクれればね。まあ、対象に取れないとかいろいろあるけども。で、この攻撃力は、自身の、効果で装備した攻撃力にアップするっていうことは、つまり、まあ、2500か。1500以上のモンスターをパクリさえすれば4000になるんで、まあ、ダイレクトアタックかましたら勝てると。でね、一番ね、弱いのはね、この3番のね、他の自分のモンスターが攻撃宣言できないっていうところなんでね。これすげえ弱くて。こいつ以外攻撃できなくなるんですよ。だからね、攻撃を攻め手にかけるっていうパターンはあるんですけど、まあ、ワンキルしてしまえば。あんまり関係ないっていう感じで、魔法カードを一旦に止めることができるっていうのはかなり強い効果ですね。で、じゃあどうやってこいつを出していくのかっていう、まあ、ちょっと対戦の内容は生放送の切り抜きなので、ちょっとデッキレシピ違ったりするとは思うんだけども、まあ、最終的にはこんな感じにしまして、これ何かっていうとレベル1の機械族モンスターなんですよ。だからねこれでサーチできるんですね。機械族レベル4モンスターキャミで作るギアギアントクロスで、これをサーチしてきて、でスキルで出すっていう、スキルがねこれ強いの、めっちゃ強いの。シンクロモンスターデッキであれば、相手のフィールド上にシンクロモンスターが存在するとき、自分の手札から気候帝モンスター1体をフィールドに出すっていうスキルなんですよ。これめっちゃ強いんですよ。だからもうほんと何のカードも消費なしでポンってワイゼルが出せるんで、めっちゃ強くて、まあ、シンクロ相手じゃなかったらクソ腐るんだけど、まあ、今回はこの最強スキルを使ってシンクロデッキに分からしていくっていう、そういうデッキにしてきました。で、他のギミックですね。あとはギアギガントクロスが出せるようにね、組めばいいと思うんですけど、まあ、ガジェットですね。今回採用したのは。緑とか青とかレッドのガジェットを使ってもいいと思うんですけど、まあ、こっちの方がね、ワンキル封じになったりとか、こいつで破壊されるとね、デッキから違うガジェットモンスターをリクルートしてくれるっていう効果があるんで、まあ、これでね、シルバーでゴールド、ゴールドでシルバーみたいな感じでリクルートしてくれば、まあ、ワンキル封じもなるし、モンスターが場面に残るっていうことで、まあ、エクシーズ召喚もしやすいし、あと手札からね、機械族モンスターを、展開するっていう効果を持ってるんで、結構、簡単にレベル4が2体並ぶかな、みたいな感じです。で、あとの、まあ、カードは、まあ、デスピラードは相性いいんですよ。これ闇属性、機械族であり、ボムスパイダーからワイゼル出すこともできれば、ボムスパイダーからデスピラード出すこともできるっていうことで、結構相性がいい。ただ、デッキがね、20枚に収まらなかった。こいつを出したい都合上、まあ、これ入れたいので、ちょっと20枚に収まらないっていう問題がありまして、まあ、ここをね、少し減らしたりとか、すればスリムにはできるんだけど、まあ、その辺は皆さんのね、調整をしてもらえばいいかなっていう。まあ、俺はこれでいいかなって感じです。このモンスター使うんだったらね。はい。というわけで、早速ですね、気候帝ワイゼルインフィニティのね、パワーを見せていきましょう。ステンレススチールスラッシュとかいうクソダセー攻撃名必見、デュエル、スタンバイ。あ、でも、強そう。シンクロしてくんじゃん、神ゲーよ来たやばい、待って、空気読めるね、空気読める人いたわ、神、マジ神、マジ神、最強モンスター来るわ、シンクロ界最強モンスター、マジ神。やっぱうちの視聴者って空気読める人多いんですよ。でもいや、マジでちょっと待って、反動は強すぎるな、反動は強すぎる問題発生してないから、それ新6部出身 OK で二刀流みたいな、はい、キザム、はい、ターンエンド、あ、いいんすか、ドロー、スキル発動、
あえてフィールド上にシンクロモンスターが存在するとき、自分の手札から飛行艇モンスター一体をフィールドに出すことができる。うおー、いけ飛行艇ワイゼルインフィニティ。飛行艇ワイゼルインフィニティの効果を発動。このモンスターは相手のシンクロモンスターをバックでいくことができるぜ。そしてボムスパイダーを召喚。モンスターを召喚。ボムスパイダーの効果発動。ボムスパイダーの効果によってボムスパイダーを爆破し、お前の6部集モンスターを破壊しようとするか。それは不意まで止めてくるか。ああ無理か。そうか、2体同時だから無理なのか。行くぞ、デスプラードリボリバードラゴンを特殊召喚。なんて強いんだ。カードを1枚セット、バトル、バトルだ。行け飛行艇ワイゼルインフィニティでダイレクトアタック。己の無力さを思い知るがいい。ステンレス、スチールスラッシュ。ハーピーだけどこれ高校なんだよな。相手高校なんだよな。相手高校は死ぬんじゃねえかこれ。魔法カード発動させなくても、あ、ボムスパイダーで、これ初手出しかこれ。初手出しやこれ。ボムスパイダーで狩り場割って。で、こうよ。いけ飛行艇ワイゼル。このカード特殊召喚。いけ飛行艇ワイゼル。愚かなる人類を飛行艇の前にひれ伏せ。定められた運命を受け入れる。飛行艇ワイゼル。さあ必死にサーキットを描け。ガチャーン、究極合体飛行艇ワイゼルインフィニティ。そしてカードを1枚セット。カードをセット。ターン終了。ターンエンド。さあ行くわ、生き残りたくない。必死にサーキットを描く。ワンチャン強そうだけどどうなんだろうこれ。初手ワイゼルインフィニティ、来いゼピロス。いいだろう。やべ、シンプルに処される。シンプルに処されてんだってこれ。モンスター高校、高校、ああ、まあそれはいいわ。さあ来い、モンスターを特殊召喚。いいだろう。モンスター効果発動。さあ疾風のゲールの効果さらに半分にされていく。半分マン来た。攻撃名ダサくない、間違いない。なんだっけ、ステンレススチールアタック、マジでダセーよな。さあアーマードウィング。戦闘では破壊されないモンスター、やるじゃないか。モンスター、さあゼピロスの効果発動。いやーこれ高校用だな完全にね。これ先行でこんな出されてもモンスター効果全部受けるんで。さあこれによって、ゲイルをもう一回特殊化され、さあ半分マンが3回目の効果を使われて、あー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 、もうそんないじめないでよ。なんで313点で、何行くんだろう。大切りか、大切りされてぶん殴られておしまいか。千鳥か。死ぬ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 。バトルステップ一族の結集発動。一族の結集の効果によってフィールド上の機械族モンスター一体を対象に取り、そのモンスターと種族が同じモンスターを帽子から特殊召喚。あぶねえ。あぶねえ。死ぬとこやった。いやそらしょうがねえ。俺のターン。ドロー。スキル発動。飛行艇の可能性は無限だ。シンクロキラー、フィールド上にシンクロモンスターが存在する場合、俺はこのモンスターを手札から特殊召喚できる。現れろ、聞こえて、飛行艇ワイゼルインフィニティ。ワイゼルインフィニティのモンスター効果発動。フィールド上のシンクロモンスター一体をパクること。相手フィールドのシンクロモンスター一体を吸収。そしてボムスパイダーを召喚。ボムスパイダーの効果発動。自身と相手のフィールドのモンスター一体は、行くぜバトルフェイズ。行け皇帝ワイゼルインフィニティの攻撃。己の無力さを思い知るがいい。飛行艇ワイゼルの攻撃。ステンレススチールスラッシュ。ダセー。
攻撃名出せ。さあ先行シューティングスタロード、いやこれ先行取るとね若干弱い。でもこれシルバーガジェット、ゴールドガジェットビート始まるな。シルバーガジェット、ゴールドガジェットビート始まるな。これセットでいいんじゃないかな。セットモンスターを、これでも2体置いとかないと死にそうだな。2体置いとかないと死にそうなんで、1回ちょっとマシンナーズディアクレイブとこうしてこうしときますね。これ2体置いてからと死にそうなんで、今の連続攻撃で死にそうっていう。生き残りたければそんなに簡単にこれこの盤面突破できないでしょ。はいはい、シューティングスターでも OK、 モンスターを特殊召喚 OK、 はい OK、 新たなビデオ OK、ジャンクウォーリアー、オーケー。ジャンクウォーリアー、これ処されるこれ。これあの上半身あの真っ二つになるやつ。はい、オーケー。これ上半身真っ二つになるかどうかちょっと教えてもらっていいですか。ジャンクシンクロ。デッキトップ中な何枚ありますかね、先生。先生。先生中な何枚ありますか。スターダストいいっす。大丈夫です。スターダストオッケーっす。オッケーっす。了解っす。シューティングサラド了解っす。オッケーっす。ねえ、このシンクロも OK です。このシンクロも OK です。了解です。それ何連打すか。ソロモンスター何連打。1回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 1連打しかできないようになれ。デッキトップチューナー全然おらん。5枚とも全部チューナー以外。1回2回3回3回 OK、 3回耐えた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 ぞ耐えたぞ耐えたシューティングスタードラゴンの攻撃アダットミラージュモンスター効果で、まあ、一応まあこれって言うけどその効果は無効にしてくるってやつですね。あ、無効にできないんだ。なるほどね。誠意、はいはい。あ、そうか、ダメージで無理やね。でシルバーガジェット効果そうそしてゴールドガジェットを特殊召喚モンスター効果発動ミルガイで、いいえ特殊召喚で、ぶん殴ってくるか。はい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 、オーケー。で、ゴールドガジェット効果、え、もう今3回攻撃しましたよね。1回2回3回、オッケー。で、シルバーガジェット特殊召喚ミルガイで、モンスターを特殊召喚、これで俺のターンよ。ドローよ、ドロー光るな。ボムスパイダー召喚モンスターを召喚レベル4が2体、機械族レベル4のモンスターが2体、機械族レベル4のモンスターが2体来るぞ。言えばうおー、いけ、ギアギガントクロス、モンスターをエクシーズ召喚、ギアギガントクロスの効果発動、モンスター効果発動、せい、俺はレベル4以下の機械族モンスター1体を手札に加えることができる。さあ不動優勢、必死にサーキットを描け。チューニングがまさか落ちない、大丈夫だ。スキル発動、俺のシンクロキラー、相手フィールド上にシンクロモンスターが存在する場合手札から飛行艇ワイゼルインフィニティを特殊召喚できる。不動優勢、貴様のシューティングスタードラゴンはいただいた。貴様のシンクロモンスターはいただいた。バカめ、これが原作虫デュエルバトル、いけ飛行艇ワイゼルインフィニティでダイレクトアタック、ステンレススチールスマッシュ、うわあ！原作無視しすぎだろこのデュエル。ざけんなよ。原作無視しすぎ問題発生してんだよこれ。